はい、皆さんこんにちは、こんばんは。はじめましての人ははじめまして、シラコングです。今回ね、16、17、18号レッドゾーンやっていくんですけども、まあ極限 Z 覚醒恋恋の、5周年を使っていこうかなと思ってます。まあめちゃくちゃみんな多分期待してると思う。まあ 70% は基礎倍率ですね。まあそんなもん。ただ変身すると結構意外に倍率は高まるっていうのかな。77% で1番目か2番目配置で必ず追加攻撃してね、そっからまあ攻撃すればするほど、最大値で 77% 上がるんで、まあこれが極限 Z 覚醒するとバフがさらに強くなるんじゃないかなとは言われてるから、まあすごい期待はあるよね。まあベジットも似たような性能ですけども、ゴーシートとベジットの違いって確かあれなんですよね。なんだっけあ、そうだ、全属性効果抜群で、ベジットの方が必ず必殺打つんだよね、確かね。そうそうそう。でリンクレベルはお互いマックスです。まあ今回やっていこうかなと思ってます。左からムトツムトツ、ムトツ3トーツ2トーツ2トーツ 2G フレンド2トーツです。まあ8周年以外はリンクレベルマックスで、8周年はまあ割かし高めましたんで、まあやっていこうかなと思うので、よろしくお願いします。ってことでね、まあ今5周年が通用するかどうかちょっとわからんけど、めちゃくちゃ並び悪いなこれも笑うしかねえ笑うしかねえな、こんな並びになると。いやーきつきついな本当に。まあいいけどさ、きついな、これきついな、どっちもきついな、おい。どうしようこれ、どうしようっつってもどうしようもできねえんだけど、やっていこうかとりあえず。まあ5周年か、5周年は今通用するのかといったところ。あうらららら、全然、あナイス、うまいな、今のはうまかった。あ5周年って本当どこまで通用するんだろうね。今さあ343、まあ火力はめちゃくちゃ低いわけじゃないから全然あるよ、低いわけじゃない。いいね、本当ならベジット残したかったけどな、あんなとこにベジット放り込んだら多分死ぬ未来しかないから、まあいいか、ケツでいいわ。めちゃくちゃ食らうんだが、まあベジットの方が強いとは言われてるよね、確定で打ってくれるから。さあ回避よ、分かってる、食らうのかい。8万食らうんだぜ。並びがマジでガチンコ悪いんだけど、なんだこの並び、マジでマジでなんだこの並び。俺あんまりとやかく言うタイプじゃないけどさ、これはさすがに並び悪いよ、うん、さあ406万、ぶっ倒せこんなやつ頑張れ。まあ早くステータスを上げたいところなんですよ、早めにね。おおいいね、火力高い、1000万だぜ、やっぱそう。 OK いいね、 OK いいね、止まんねえな。セーバーな、あの7周年の時って追加でガシャキャラって出てないよね。ただ8周年って出ないのかな、なんかブーイーシンロン出たらなと思ってたけど、なんか出えへん気がせんでもないな。みんなはどう思います？僕はなんか出えへん気がしてきたんだよね、正直、正直な話ね。うわもうこれよこれよ、大丈夫、全画がある、お前には全画っていう武器があんねん、大丈夫、ごめん大丈夫じゃないかも。ゲロマズ、ゲロマズ、大丈夫、まだ耐えれる、まだ耐える、まだ耐えれるよ、ちょっとたじろんでるけど。次が地の極ベジが出た時が、まあ嘘いちゃいちゃいちゃいっていちゃいいちゃいって痛いって、もう復活やってもいいかな、きついよ、倒せ、倒しきれんか、
いや復活してもいい気がすんねんけどな、ここまで来たら。じゃないとこの HP じゃ耐えれねえよ。オッケー、一体倒した。ようやくやで。ようやくお前か。待たせたな。さあこれはまあ GT の方のこれを打ちます。元気を、みんなの元気をくれ。このままじゃオラ死ねねんだ。頼むぜカカロット、俺にこの俺に力をくれ。お前ら、さあ頼むぞカカロットと言いたいとこですが、どうすっぺかなこれ。まあちょっとでも多くの木玉を取って回復しつつ、まあ火ダメに耐えるっていう戦法がですね、ただこの8万じゃ多分消しとくと思う。ほら危な、よかった撃ってて貴様の負けだ。まだまだ死ねねえな、おめえをやっつけるまではな。こんなに早く復活すると思ってなかった。宇宙のみんな、オラに元気を分けてくれ。いっけー悟空。その声でさ、絶対ご飯ビーストやれただろその声でご飯ビーストやれただろ。あれこっち誰だっけ。あ、8周年と7周年か。そうだった、そうだな。この場合だったらもうこっちしかないもんな。こっちで行こう。でこれはもうこれを取ります。死んでもいい、死んだらよくないけど、死んだらよくないけど、あの死なんとってね。 OK、 さあ720万。まあ HP 削られる部分に関しては地のベジット、地がベジット、地のゴクベジがベジットになれるから、まあ、そこで回復するもよしなんだけど、まあ、なんとかなるっしょ。さすがに160万とか食らわんでしょ。食らったら消えるぜ。オッケー、いいね、めっちゃ攻撃してくれんね、いいね。さあ頼むぜスターダストフォード。よいしょ。まあ5周年持ってない人もやっぱ多いんかな。でも今回のガシャで5周年手に入る人もいるからな、うん、5周年はねマジで出た時髪が上がってたね。なんかちょ、なんか髪が上がってたよね。5周年出た時めっちゃ良かったね、本当に良かった。みんなめっちゃ引いたんちゃうかな。6周年も良かったな、すっげえ良かった。6周年なんか破壊神出たせいかな、めっちゃなんか充実してた気がするな。まあってことで KO と。まあでもね、そうだよ、7周年も良かったけどね。8周年はなんかみんなは微妙って言ってるけど、でもまあこれから追加コンテンツいっぱいあると思うから、それ楽しみに待ってようぜ。そうだ、さっきのやつさ、アタックディフェンス低下の必殺持ちだったからさ、ここも確か持ってたと思うんだよね。そういうの注意しなきゃいけないね。ピンクあんま良くないけど、うまくねえな、うまくねえな、これ本当にうまくねえ。まずい、ゲロまずだ。これでいきます。リンクよくねえな。さあ583万ですね。まあこっちも元気玉打ったら正直戦闘で守れるキャラになるから、元気玉狙いに行ってもいいかもな、選び次第。頑張れ。OK です。あとはステータスアップね。11回攻撃しなきゃいけないのかな、確か。5周年、最大値まで。
ステータス上げる。そこ注意しなきゃいけない。やめてよ、そういうの。ヘルズフラッシュめっちゃ食らった。残しときゃよかった。そいー、よいしょ、ズバッと。でも一発 OK。 250万、全然低いことないね。あ、全然低いことない。まあ今の環境だとちょっと火力不足あるけど、全然そんな低いことないぜ。こっからしかも上がるからさ。まあウィスとつなげ合わせたら今4000か。まあまあ守れる方かな。下手なキャラより守れるね、全然。さあ来ました、デコジャル来ました。デコジャルどうするかな、これ。あ、これ取りてー。けどこっち取った方がいい気がすんな。あとは守れるかどうかはこいつ次第だ。 OK、 これでいこう。とりあえず17号を倒すか。あ、どっちから倒してもいいんだけどね。まずは17号からいきます。で、あとは、まあ、5周年のアクティブなり、まあ、ステータスアップで、まあ、倒していくというふうな流れが一番。お前さっき撃ったやろお前さっき撃ったやろ、絶対俺見てたで。さっき撃ったのにもう一回撃つ。さあ453万いいっすね、いいっすね。悪くない悪くない。まだステータスも万全じゃないから全然いい。万歳。 OKOK。 こいつ確定で必殺撃たねえからさ、ちょっとそこは難点だよね。めっちゃいてんだけどそう、確定で撃たない分そのバフがかかりにくいっていうのがあるから、そこが本当に難点。マジでこやつは、こやつはそれが難点なんですよね。あ、頼んだよ。いけるぞ。はい、一発撃ってよ。うっそー、いやー、これだろ、ミスを使ってるしよ。なかなかなやるじゃん。戦闘が怖い。ちょっと待てよ。まずはこっち撃ちます。で、こっち撃ちます。始めるぞ、用意をしろ。元気玉の用意だ。なんだろう、まあ、今更ながらに思うのが、元気玉ってすげえユニークな名前だよなんか今更思ったわ俺。すげえユニークな名前なのに、なんだろう、このしっくりくる感。止まんねえよな、元気玉って。やっぱすげえんだな、元気玉って。って思う、本当に。だと思ったよお前、もうさっきからめっちゃ打ってくるもん、ほんまにもうなんか予想通りだったわ今お前毎ターン打ってくるやん、もう勘弁してくれよ。俺じゃないよお前の。マジきついねんこっち。さあ387万、よいしょー、ポン。頑張れ頑張れ、まだまだいける。282万、まだまだ打つよ。ついこいつ追加で打ってくれるのがマジで助かるから、マジで助かるからさ、それがありがたいよ。さあ宇宙に向けてドーン。でけえ、このアクションブレイクができるんだ。追記基盤なしか。また戦闘で打ってくれるな、こいつ。調子に乗って。どうせ打ってくるんだろうな。めっちゃさ、今、頑張ってさ、5周年残してんだけどさ、リンクがさ、つながねえんだ、そんなに。気力リンクが。ゲロ末だぜ、これ。マジでよ。どういうこと、本当に。どうしようかな、もうちょい元気貯めるかな。それもありだよね。で、どうせここ16号打ってくるから、まあ、ありっちゃありだな。元気貯めすぎ。まあ、元気貯めれば貯めるほど正直アタックも上がるから、え、上がるよね、確か上がるはずだから悪くないと思うけど。
だからそれを狙いに行ってもいいかも。でどうせ16号打ってくるしね、それだったら先制で守れる元気玉を置いとっていいと思うけど。ほらもうええって、もうええってお前、何回言ってきてんねんお前、もうええってほんまに、もうお前も打つんかい。しかもこいつアタックディフェンス下がるんじゃなかったっけ。あ、必殺封じか。必殺封じやられたらきついな、次打てへんやんけお前、ふざけやがって。 OK ナイス、頑張ってる頑張ってる、いいよいいよ、火力も高まってきてるし、悪くない悪くない、ここまで事の運びはな、悪くないっすね。 OK これで18号はダウンということで、これな、これしかねえな、ごめんな、ちょっと許してくれ、もうちょい貯めるか。元気玉という名のね、あの本当に全画っていうね、 OK これでいこう。本気を見せてやる。あ、そっかそっか計算ないよ分かってたさ、ドッカンギモードが来ることは。全力で行くぞ。そのために戦闘で元気玉置いてたのさ、分かってたよ、ちゃんと分かってた、みんな分かってないって言うでしょ俺が、分かってたよ、そんな分かってるに決まってるやん、何言うてんこれで大ダメージする。 OK ナイス、めちゃくちゃダメージ与えてやったぜ。まあこいつ育ててないから正直アタックっちゃそんなにだけど十分590万。さあ最後を締めくくるはベジットか、ベジットね、まあ許そう、ダメージカットもついてるし、ね、OK さあ行きます、地面に向けてドーン。え、倒しなかった、倒してなかった、めっちゃ恥ずかしい、めっちゃ恥ずかしい、うわ俺恥ずはい、まあ、てな感じでいかがだったでしょうか。まあ今回5周年使わさせてもらったんですけど、まあそこそこ悪くはないんちゃうかな、性能としては今でも、まあ、これがね極限来たらね、まあ、かなり強くなるっていうのは目に見えて分かってるんで、まあ、リンクの部分が8周年とちょっとつながらないっていうのがちょっと難点かな、アタックリンクしかつながんないからそこは注意ですね。まあ、5周年来るとは決まったわけじゃないけども、まあ、去年は3周年4周年と来たから、まあ、今年は来るんちゃうかなと思うけどね、まあ、それに期待しましょう。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。またチャンネル登録とよろしくお願いします。それじゃあまた皆さん、バイチャー。